皆さんこんにちは、高木和弘です。本日はですね、僕が CD をソロの CD を出させていただいたんですけども、数年前に。それがパガニーニという、作曲家でありバイオリニストであった18世紀の人なんですけど、イタリアの人で、その人が、世に出した、初めて出した、要するにオーパス1ですね、作品一番の、曲集の全曲が入ってる、そのレコーディングの CD を出したんです。で、それがまあその作品1ってなってるんですけど、24曲のちっちゃな短冊からなってまして、それを順番に紹介する動画を作っていきたいな、そんな感じです。まずは1番なんですけども、まあ、これそれぞれその24曲のその一曲一曲には、言ったらこう技術的なでもいいし音楽的なでもいいんですけど、そのテーマがいちいちありまして、1番はですね、アルペジオという技巧です。これはバイオリンが大好き、まあ聴くのも大好き弾くのも大好き、まあどっちでもいいんですけど、バイオリン不安の方にはこのアルペジオフェチっていうのもいるぐらい、すごい激しい動作です。バイオリンのイメージとすると、この低い弦、一番ゲー線って言われてるやつ、これ一番細いA 線ですけど、この4弦をこうまたぎ往復しながら波のようにこう演奏される、技巧なんですね。するとこう波音楽がこう波打つ感じもあるし、和音がこうすごくその綺麗な奏法に合わせて流れが聞こえてくるっていうのもあって、非常にバイオリンの魅力を引き出す奏法なんですけれども、これを要するにこうもうバイオリンのイメージとしてもこう動きがすごくかっこいいというのか、その見てるだけでも楽しいっていう。絵的にも楽しめると言ってですね、大変評判のいいバイオリンテクニックになってます。これ見ていただくとですね、楽譜がこんな感じになってます。楽譜も非常に波打ってます。時々この辺なんか二重音で下がったり、いろいろやる時もあるんですけど、間に挟んでいきながら、これ超速いスピードで、もう瞬く間にその和音の渦に埋もれて、最初からアドレナリンを高めていこうというような、そんな曲です。まあアルペジオの練習曲としても彼が書いたものの中ではかなり難しい曲になってます。どうぞお聴きください。
チャンネル登録お願いします。